本日は LJL2017 スプリングスプリットラウンド5 Day 2の模様をお送りしております。さあレボルさん、マッチ2アンソールドスタッフゲーミングの2連勝という結果でしたけれども、試合の内容的にも1戦目はもう完璧な試合だったと思います。エイニングフェーズのところを勝って、そしてそのウェーンフェーズの有利というのを維持するためにネオ選手がアイバーンでカウンタージャングルをしながらワードを置いてというところでしたよね。2試合目でも同じくアイバーンを使いましたが、ちょっとやはりマッチアップのところの不利がミッドレーンやボートレーンのところであったというところで試合の展開としては難しかったようですが、まあ、相手の隙を見逃さずしっかりとスノーボールしていって最後決めていきましたよね。さあ一方のスカーズはちょっとメンバーチェンジに苦しんでるかなという印象もありましたけれども、過去に LJL でこれだけこう短期間にメンバーチェンジをして結果を出したチームというのはないですから、まあ、苦しんでるのは間違いないと思いますが、どこかしらでもう5人を固定しないと連携も深まっていかないですし、戦略の幅といったところもカチッと決まらないですからね、まあ、後半戦に向けてちょっと前半いい形作れなかったなというのがちょっと気にかかるポイントですよね。なんか戦略というような戦い方というのも少し見えませんでしたからね、そのあたりに気になるポイントではありますが、さあまあここからですね、マッチ3ですか、マッチ3に行きますけれども、レボルさん、まあ、これで何でしょう、折り返し地点の全ての試合が終わるわけですけれども、まあ、ここの前半終了時点での前半戦終了時点での順位というところがやはり後半戦向けて非常に重要になってきますから、ここで上位3チームにいるのか下位3チームにいるかというところでやはりモチベーションといったところも変わってきますし、後半戦進んでいくけど行く上での考え方にも変わってきますよね。優勝を狙うのか、それとも入れ替え戦を避けるような形になるのかというところで、はいはい、少し分かれ目になるポイントなのかなという感じはしますね。まあ、5位と6位が入れ替えになりますからね、そのあたりも注目して見ていきたいです。さあそれでは LJL2017 スプリングスプリットラウンド5マッチ3、ラスカルデスター VS デトネーションフォーカスミの試合の模様をお送りいたします。本日のスターターですが、まずはラスカルデスターから見ていきましょう。トップアチャモモ、ジャングルワイバーン、ミッドアーリキャット、 ADC ノア、サポートユキとなっております。さあ続きましてデトネーションフォーカスミーのスターターです。トップユタポン、ジャングルパーズ、ミッドセロス、ジャングルシュリンプですね、大変失礼いたしました、ミッドセロス、 ADC ゼロスト、サポートにビビットとなっております。さあ続いて本日の、注目選手見ていきたいと思います。アーリーキャットとセロス、やはりミッドレーンのところが序盤から中盤にかけて試合を作っていく上で非常に重要になっていますし、両チームともにミッドレーナーがチームを引っ張っていく存在になっているのは間違いないと思いますからね。その上でアリキャット選手チームどれだけ引っ張れるか、そして彼は得意なその1、3、1のサイドレーンのプッシュであったりとか、あとはまあこういったライズやカシオペアというような集団戦でもダメージ出せるチャンピオンを使いながらチームを引っ張っていきたい。一方セロ選手はやはりチャンピオンプール非常に広いですから、さまざまなスタイルも可能というところでアリキャット選手にプレッシャーをかけつつ、そしてドラフトにおける戦略の幅も広げていくというところで貢献していきたいですね。まあインタビュー記事でも上がってましたけれども、セロスメタを作りたいと、ここのところまあミッドのピックの幅というのは世界的にも結構広がっていますから、まだまだピックされていない潜在的な競技陣で使えるチャンピオンというのが残っていると思います。まあ、そういったところも期待していきたいですよね。まあでもあのセロスメタってもう作ってきたんですけどね、ミッドガンクプランク、ミッドジュリアンありましたからね。ガンクプランクなんかはもうその後彼が使ってから世界中にメタとして広がりましたからね。今この状況でどういったチャンピオンが使えるのかというのはちょっと楽しみにしたいですね。なるほど。さあちなみにですね、ちょっとですねご紹介したいデータがございましてですね、あのまあミッドレーン注目だっていうお話なんですけれども、ジャングラーの15分での関与率、ガンク率ですね、こちらもちょっとご紹介したいんですが、デトネーションフォーカスミーがですねちょっと飛び抜けてるんですよ。ボットレインへ15分までにジャングラーがガンクするパーセンテージが 57%、 ズバ抜けて高いんです。さらに言うとジャングラーがまあパズとシュリンプと変わってますよね。シュリンプがジャングルの場合何割でいくと思います？ボットレーン15分までです。
まあ 57%、まあ、ちょっと上で6割、はい、65% ぐらいですかね、はい、って思うでしょ。 80% です。ちなみにミッドレーンへガンクした回数0回です。それは珍しいですね、はい、そして残りがトップ2割という特化したジャングラーなんですよ。こうミッド2への介入といったところもう少し増やしていった方がいいような感じもしますが、まあ、フォーカスミーのそのセロス選手へのまあ信頼があるのか、ガンクしなくても大丈夫だろうというところなのかもしれませんね。さあそしてドラフトスタートしているんで、じゃあ見ていきましょうか。ラスカルジェスターがブルーサイド、レッドチームサイドがデトネーション、フォーカスミー、バンガー面白いですね、スレッシュ、ザイラ、チェイス、そしてルブラン、カミール、レンガーになるでしょうか。ただファーストバルスといったところ欲しいでしょうから、ここをレンガ開けるという選択肢もなくはないですけどね。ああただバンしましたね。となるとやはりバルスになるんですか。カジックスっていうのもあります。そうですね、バルス、カジックス、あとはマルザハールあたりが候補でしょうね。ただもうバルスなんですね。もうトップティアのチャンピオンになってますね。さあロックイン、ここからデトネーションフォーカスミの開始になります。カジックスを取るのかどうか、最近だとカジックス取らずにグレイブスに行くという、まあ、ドラフトの詰め方をするチームもありますが、ほうほうほう、それはどうしてなんでしょう。グレイブスのその今日、アイテムのビルドが以前はジャングルのアイテムを完成させてからブラッククリーバーだったんですが、最近はナイトエッジやヨウムに進むという脅威ビルドが増えてきています。それにすることによって中盤の集団戦におけるダメージや1対1の強さというのがまたぐっと高まるというところでグレーブスの評価高まってるんですよね。あなるほど。あただしここはジンとカジックスを優先しました。そしてラスカルジェスターとしてはここをまあカジックスとサポートになりますかね。ジャングラーとサポートですね。そうですかね。あ、リーシン。あ、そして背中を少し叩かれてリールベルトコーチから何か声をかけてもらうと、そしてワイバンは少しにこやかになるシーンというのが映像に映ってましたけども、そしてカルマを選択で、フォーカスミーとしてもここでサポート、ま、取ることも可能ですが、ボットレーンのマッチアップで有利なマッチアップ作るにはここでフォーチュンを取るか波を取るかというところになりますかね。リスクを抑えていくのであれば波になりますが、もしくは他のレーンにするのか。おっと、レオナ自信があるということですか。これは面白い。おー、レオナですか。エンゲージやりますということですよね。そうなりますね。ちょっと度肝を抜かれるようなピックになっていますが、バンフェーズ2に入ります。ちょっとこれ想定していませんでしたから。ただこれフォーカスミーとしてはボットレーンからある程度作っていくというところをもう見せてますよね。見せてますね。なのでボットに介入しておいてはラスカルジェスターしていくというのは間違いないと思いますが、さあこれを考えたのはドラゴンコーチ、ドラゴンです。両チームともにトップとミッド空いていますから、まあ、そこを意識したバーになっていくと思いますが、まあカシオペア、ライズ、あとはシンドラ、タリアあたりでしょうかね。そうなると思いますね。あ、オリアナとありましたね、まあ、タリアがラスデトネーションフォーカスミーとしてはピックしやすいかなという感じもします。ボットレーンの介入というところでタリアはかなり得意ですからね。ああ、ただしラスカルデスター、それを読んでのバント、そしてここで、まあ、ただここまでは想定通りですよね。そうなりますね。そしてミッドの主導権を取るというところで後期ですか。サイドラインのロームだとパッケージを持ったタイミングというのが非常に強力ですね。さあ後期を6、ただバレてしまうんですよね。あれ取るとマップ全体に音が鳴り響きますから、警報のようなものが鳴りますからね。なので仕掛けるタイミングというのはかなりバレてしまうと。ここでミッドへのカウンターを当てつつ、これトップフォーカスミーとしては振動というところももしかしたら考えているかもしれませんが、ただどうなんでしょう、そのレッドサイドだとあまりよろしくないというお話もありましたが、ですからそこはちょっと気がかりなポイントになりますね。お、グラガス、これトップレーンですね。
さあグラガスロック、そしてラストピック。これ相手にマーカーを取られても連のところでアドバンテージ取れるというところですね。さあシンドラ、マオカイをただ取るんではないということですね。これユタポンが先週確かグラガス2連続でピックしたのを分かっていてというようなドラフトですよね。ポッピーはマオカイを取ったとしてもグラガスを当てられてしまってちょっとクレーン苦しくなるのであれば、あらかじめ取り上げておこうというようなドラフトにも見えますね。ラストピックマオカイ、まあ、こうするしかないですかね。トップレーンでエンゲージの強力なチャンピオンを持っていますから、そこにやはりトップレーナーも参加したいですよね。テレポートでとなるとテレポートで参加した後強力なのはマオカイになりますから、ここまでのところフォーカスミーはまあ狙い通りのピックになっていますが、やはり気になるのはレオナですよね。いやレオナが映ってるのがなんか新鮮でですね、というよりもあの絵がですね明るいんですよ。むちゃくちゃそうですね、目がいってしまうんですよ。しかもこれピックシーズン3やシーズン4以来ですか、ね、そうです。ずいぶん長いことピックされていませんでしたが、はい、ここのところ非常に楽しみですね。まあレオナちょっと久々に見たんで、ちょっとチャンピオン性能っていうのはどういったチャンピオン性能なんでしょうね。もうオールインするためのサポートですね。オールイン、はい、あの味方を守ることはあまりできないチャンピオン、一方で相手に仕掛ける相手に対して仕掛けていくことに長けたチャンピオンなので、基本的には集団戦で当たっていくきっかけを作れるチャンピオンになっていると思いますね。それに対してラスカルジェスターとしては、まあ、レーンのところでアドバンテージを取れるカルマを取れていますから、相手に仕掛けられないように相手のスキルショットを外しながら、まあ、ハラスで体力を削ってというところのボットへのレーニングになると思いますね。なるほど。そしてミッドレーンのマッチアップのところでセロス選手がアドバンテージを作れるのかどうか、レベル6になってからは、まあ、ウェーブクリアというところでシンダロをミッドレーンから動かせないようにするというのは可能ですが、その前のところでレベル5までのところがちょっと苦しいので、まあ、そこを支えきれるかどうかというのも注目のポイントですね。さあミッドレーンの対決も注目して見ていきましょう。さあ始まりましたラスカルジェスター VS デトネーションフォーカスミーのゲーム1スタートです。サモナーズリフトへようこそ。さあちなみにスタートアイテムでは特に気になる点はございませんが、いやちょっとねあのレリックを持っているっていうのがもう久々すぎて、タムケンチなんかでも持ってますけれども、まあなかなか見なくなりましたよね。ここのところ、まあ、ビルドというところでもちょっとサモナスペルがイグナイトというのも確かに気にかかりましたね。キルを取りに行くともう狙っていくというところ明らかですね。やはりフォーカスミーとしてはボットレーンを中心に試合を作っていくというところですね。まあ、今回AD キャリーが、まあ、アッシュやカリスタではなくジンというところで、まあ、ジンのアルティメットもエンゲージのツールとして非常に優秀ではあるんですが、まあ、決定打にかけるエンゲージのツールとしてですね、決定打にかけるというところを、まあ、サポートで補ったと。今回スレッシュ、ザイダがバーンされている中でエンゲージのツールとして残っているのが、まあ、レオナだったというところだと思うんですが、非常に面白い考え方ですよね。さあそのあたりどういった動きそして考え方作戦を取ってくるのか見ていきたいと思います。再開しましたね。ウィーガッションミニオン出撃まであと30秒。メカカジックスいいですよね。メカスカーナーとかも僕好きですけどね。あまり見ないですよね。スカーナー自体がこうなかなかピックされないので見る機会がなくて、うん、僕あまりこう印象に残ってはないんですが、あとコグマウとか、あ、いいですね、コグマウ。そこは反応早いんですね。ここでやはりこうサッピングトス使って、まあいつものというこれですよね。そうですね、これでジャングルのクリアスピードがぐっと劇的に高まるというところですね。シンドラでも一応可能ではあるんですが、ミッドレーンの1対1のところに集中させるためか、あまりラスカルジェスター狙ってはないようですね。かなり前目に挑んで、その速度であと1匹ですがうまくダメージが入っていませんでしたね。ちょっと若干速度としては遅れたでしょうか。キーストーンです。
特に変わったキーストーンはないようですね。やはりエンゲージの詰めがとエンゲージが得意なビルド選手は巨人の勇気、そして今回ウタポン選手はレーンフェーズのところに意識を抑えたキーストーンにしてますね。不死者の攻撃というところですからね。やはりレーンが若干辛いというのも分かっていると。そのようですね。スマイト温存ですか。これはちょっと意外な戦、ここで体力削られてしまっていますが、ブルーバフにラッシュすることでスティールされるのを警戒したということのようですね。さあ一方のワイバーンはレッドバフを触る状況です。どちらが終わるのが早いか。いや、ワイバーンの方が終わるの早そうですね。これもスマイト温存してますね。ワイバーン選手しましたね。スカトルのコントロール両者ともに狙ってますね。ボットレーンの状況、お、これ分かってないですよ、チューリップ選手。さあ気づいていない。きっちりスキルを当てて追撃、サンダーロード雷帝の号令発動。ワードブリンクしますが、ここはセロスのカバーになります。まだ行くか、ウルフに来るかもしれないというところですね。ああ、ただ読んでいますね、シュリンプ。さあこれでスカトルをラスカルジェスターが抑えます。そしてワイバーン、いきなりアグレッシブというか強気なプレーからスタートですね。ジャングルの回り方というところでも体力かなり高い状態を維持しながらプレッシャーかけてきましたね。それに対してシュリンプ選手はまあカウンターでトップサイドのジャングルに入っていくと。そしてビビット選手はこのボットレーンのジャングルの中にワイバーン選手が入ってくるというのを予測した上で、このディフェンシブな位置にワードを置いて確実にワイバーン選手の位置を把握するという選択を取りましたね。さあ仕掛けたスネアからスタン。よくよく考えたらこのコンボって結構凶悪じゃないですか。ダメージかなり出ますね。レオナのパッシブで追加ダメージも発生しますから相当なバーストが期待できますね。スタン、スネア、スネア、スタン、スタンですよ。さあトップレーンへのダイブ、アチャモもパワー下から逃げるがフラッシュアウト、ブリンクしてもついてくるのがこのマオカイ。ファーストブラッドはユタポン。フラッシュアウトする判断が少し遅かったのでファーストブラッド取られてしまいましたね。ここは一方でフォーカスミーとしてはこのトップでアドバンテージ取れた、そしてプレッシャーをかけられてしまったシュリンプ選手が試合を動かせたというのは大きいですね。コンマ何秒の判断ですよね今の。一瞬でしたね本当に。ここで一方でラスカルジェスターとしてはスカトルのコントロールボットサイド取れてカウンタージャングルもできたんですが、それ以上の成果というのを生み出せなかったというところで苦しいですね。お、気づいてここワード置いてるんですけどね。ここでどうしようもないと。どうしようもないですね。もうシュリンプ選手が見えた時点でブリンクアウトもしくはフラッシュアウトするしか生き残る術としてはなかったですね。ただボットレーンのところ、まあ、ここまでのところはマッチアップの有利を生かして押し込めていますね、ラスカルジェスターとしては。ただ問題となるのはレオナがレベル6になったタイミングというところを警戒しなければならないので、その前までにデラソ選手ではなくビビット選手の体力を削っておきたいですね。ほうほうほう。やはりレオナの体力を削っておけばレベル6になったタイミングでも体力のアドバンテージというのが取れていれば仕掛けられることはまずないでしょうし、仕掛けられたとしても逆にカウンター取れますからね。ただ硬いんですよねこのチャンピオン。この W を使えば、防御のステータスがぐっと高くなりますからね。さあゼラストは一度リコールを挟みました。ウルフのカウンタージャンプです。ロングソード3本ワイバーンは購入してますね。一方のノアは涙からのロングソード2本、そしてゼロストはスイフトネスブーツにロングソード、シュリンプは赤トリンケット、あ、赤トリンケット、赤スマイトにしてますか。1対1のところで負けないための選択肢を取ってますね。ただワイバーンもそれでも行くような動きを見せてますか。というよりもここにワードがあるんじゃないかというような、気づいてますね。さあコントロールワード、さらにはスカトルのコントロールをするためにユキをこれ呼び寄せてからの動きですよね。確実にスカトルコントロールしてボットレーンに対してシュリンプ選手やセロス選手が加入できないような状況を作ってからの動きでしたね。ただそこに情報を持ってますから、これミッドレーンにユタポン選手入ろうとしてましたね。
ああ本当ですね。ただここもコントロールワードによってラスカルジェスター情報持ってますが、シュリンプとビビットが一緒に動きます。ワードを壊すがブラストコーンに入った。ここはスキルショットがうまく当たりません。いや Y 番もカウンターで入ってますよ。ここのボットレーンを中心とした、まあ、睨み合い、そして視界のコントロールの取り合いといったところが非常に激しくなってますね。まだぶつかり合ってはいませんが、ただしそろそろ一触即発いる。分かった。おーワード置かれてからサイドステップ。ここでアリカツ選手レベル6もうアルティメット持っている状況ですから、まあ、彼を生かしてミッドレーンからプレッシャー作っていくと、そしてミッドからボットにかけてアドバンテージを作れるとだいぶのセットアップはラスカルジェスター狙えますよね。そこを少し考えての、まあ、ボットレーンを中心とし視界のコントロール、一方でフォーカスミンもそれが分かっているので視界を取られないようにあらかじめ取っておこうというような動きですね。なるほど、まあ狙いがはっきり出てますね。あとはここにトップレーナーが関与していくかどうかというところになりますかね。まだセロス選手パッケージ持っていませんから。さあラスカルジェスターは持ってきた戦略ある。そしてボットレーン、やはりマッチアップの有利かなり活かしています。レオナの場合だとこういった睨み合いの状況ではなく、いかに仕掛けていくかどうかというのが重要になってきますから、仕掛けさせてもらえてないこの現状だとこういった差が生まれてしまいますね。さあレッドバフコントロールデートネーションフォーカスミー、そしてアーリキャットがセロスがいないということで探しています。これ待ってますね。待ってますね。さあ 1V1 6レベ対6レベ、ただ気づくのが遅れたか、映った。さあ隠れて物陰に隠れてひっそりと狙い撃ちます。さあアルティメットから入ったレッドバックスマイト、キックはしたがワイバーの体力を一気に削った。ビビット選手来てますね。さあ寄っているアルティメット R、 ソーラーフレアフラッシュで反応、ワイバーのフラッシュがなくなります。そしてミッドレーンの 1V1 でセロスが勝ちます。ヘクソドリンカーのパッシブ部分で勝ちましたか。さあこれで2キル目デトネーションフォーカスミー。このところラス非常に見事なプレー見せてますね。シュリンプはかなりガンクに行くというよりもジャングラーがジャングルを抑える動きというのは頻繁に見られますね。そうですね。そしてラスカジェスタの狙いを封じるために先手を取ってポジションを取って体力を削っておくというような姿勢を見せてますね。かなり有効なんですか、いった動きというのは。レーナーが勝っているのであればかなり有効であるの間違いないんですが、今回の場合ボットレーンが少し負けているマッチアップなのでどうなのかなと思ったんですが、ビビット選手先に寄ってましたよね。ああいった動きができるのであれば非常に有効であるのは間違いないですね。さあパッケージを持っていますセロス。一気にラスカルジェスターボットレーン押し込めなくなってきましたね。少し苦しくなってきますね。あとワイバー選手が有利な状況でシュリンプ選手と1対1仕掛けられる状況というのが、まあ、最初のスカトル周辺での1対1以降なくなってしまっているというのが気にかかりますね。かなりオフェンシブなビルドにしているのは間違いないんですが、 AD が非常に高いビルドになっています。しかしそれを生かすような場面というのは作り出せていないので、苦しくなったですね。どうやったらそういった場面をこう作れるんでしょうか。そうですね、ミッド周辺のところの視界のコントロール取り返されてしまってますから、ここをまず丁寧にサポートと連携して取り返していきながら侵入してきたところを捕まえるという可能性が、まあ、一番として高いかなという感じしますが、確かにこのミッド、そしてボットにかけてはデトネーションオカスミが視界を持っています。ラスカルジェスター、ここの視界は取れていませんというよりもコントロールワールドもワードも置かれています。好き放題出たり入ったりをしてますね、デトネーションオカスミ。ラスカルジェスター少し考え方を変えて、もうボッミッドからボットにかけてのところで有利は取り返せないという判断をして考え方変えましたかね。もうそれはなぜですか。そのリコールした後、ユキ選手がミッドによるような素振りが今なく、ま、ボットに、ま、先に進みましたね。そうですね、だからもうそのミッド周辺で視界の勝負をするというところを少し諦めてるというよりも、このジャングル内で仕掛けたらビビットがいる分だけ強いんじゃないですか。それもあって
あらかじめ仕掛けないようにしてポジションを少しセーフティーに取っているというところだと思いますね。レーンで勝てないならジャングルの中でプレッシャーを生み出せばいいじゃない、そういうことですよね。そうなりますね。ここも先にやはりボットレーンに対してフォーカスミーのプレッシャー高いですから。ただ1レベル差ありますよ。あー、ただ今度はワイバーン気づいています。2度は通用しない予測打ちですよね。しっかりと警戒しましたね。ただしこのボットサイドに置かれているフォーカスミーのワードというのをアスカージェスターが消せないですね。ワイバーン選手赤トリンケットもないですしコントロールワードもないですから。さあ1個のコントロールワードは消しました。ただその奥に2つあるワードは消せません。そしてビビットが動く。ものすごい足の速さで動いてきます。この動きに対してユキ選手がついていけないんですよね。カルマ自身非常に柔らかいですし見えない状況からレオナルアルティメットを打たれてしまうともうそれでデッド確定ですから、このプレッシャーによってサポートの動きに差が生まれてしまってますね。ただどうなんでしょう、レーンをこう、おっとワンボワン、あ、ちょ、ももおごりからユタポンを手前に引き寄せて、ただしここスワッピングトスのスローも入りますがサステインが非常に硬い。ユタポンはスキルを避けます。さあそこにワイバーンも寄ってくる。いや3人で囲んだのはラスカルジェスタ。ユタポンスキルを使って、これはアシストがつかないようにデッドしましたがワイバーンのキルになります。アーリキャットアシストはありませんでした。さあボットレーンでの攻防、ノアがアルティメットでダメージトレードでは勝っていきました。リビット選手アルティメット使いませんでしたからダメージのトレードをあらかじめ行って体力のアドバンテージ作るのが狙いだったようですが取り切れませんでしたね。あとはただしノア選手がアルティメットを使ってしまったのでというところが気にかかりますが、ただボットレーン徹底していきます。ラスカジスタもミッドからボットにかけてというところは一つ諦めてトップに切り替えましたよね。まあ、そこでどれだけ、つまりアチャモモ選手がどれだけこう育てるか、スプリットプッシュのプレッシャーであったりテレポートの先手の動きでボットに対して関与できるかというところが今後のアスカイジェッターにとって重要になってきますね。さあトップを起点に動かしていきたい。テレポートでも良ければダイブでもいいということですよね。そうなりますね。もしくはトップのファーストタワーを取るというところでもいいですね。いずれにせよアチャモ選手が絡んだ上でオブジェクトのアドバンテージもしくは集団戦少数戦のアドバンテージを作り出しに行くというのが今のラスカジェスタの狙いになります。一方のフォーカスミーはミッドからボットにかけての動きのところでオブジェクトそしてゴールドのアドバンテージを作り出していくというところで分かれてますね。さあその互いの狙いがもう分かりきっているこの状況か、これもう狙いがお互い多分分かっている、そして選手同士もきっと分かってますよね。分かっていると思いますね。ここに来るだろうと。あ、ラスカルジェスタも用意しています。こうなった場合ってあーっとおごりから手前に引き寄せて、ただしワイバンはうわー噛み合っていない、行く気はないというよりもこのこれマオカイのスワッピングトスですね。いや、あのワイバーン選手がちょうどレーンのところで待っていたんですが下がったタイミングでアチャモモ選手が今アルティメット使って仕掛けたんですよね。ちょっと息が合っていませんでしたね。コミュニケーションエラーですか。合っていれば今面白い形でしたよね。まず間違いなくタポン選手のフラッシュ落ちていたと思いますし、装備見てもワイバーン選手のエディ非常に高い中でエタポン選手は魔法防御のアイテムを積んでますからかなり高い確率でトップレーンで主導権逃げたという状況でしたね。さあ少し噛み合いませんでしたが、ただ狙い通りにことを運んでいますラスカルジェスター。そしてデトネーションフォーカスミもそれは同じと言えるでしょうか。ここからボットレーンで仕掛けたいのはデトネーションフォーカスミサイド。そして今のところその先ほどと比べるとですねフォーカスミのボットレーンでの視界というのが消えてますよね。消えてますね。ここはノア選手ユキ選手そしてアリキャン選手うまく耐えたと言えると思いますね。コントロールワードも今まで置かれていた場所に置いてますからね。ただしそれを見てすぐさまミッドレーンへ。これダイブしますね。ダイブしますか。というよりもアルティメット陣であれば届きますよこの距離から。あ、警戒していますアリキャット。ミッドタワーが取れるという判断でしょうかね。ドラゴンに向けてドラゴン周囲の視界を取るというところも含めての動きですね。
さあ面白い位置にジャングルの中ワードを仕掛けました。デトネーションフォーカスミニ、ただしラスカルデスターうまく耐えています。次の仕掛け、もう一度ラスカルデスターをかわして先手を取りたい。次ドラゴンファイト、ラスカルデスター仕掛けるかどうかですね。ここ難しい判断になると思います。トップのアドバンテージが思った以上に取り切れてない中で集団戦をするのかどうか。おっと、ただミッドレーンでのフラッシュアウト。ただしここからフィナーレ、4発あります。1、2、視界はないぞ。3、ボディブロック。ラスト4発と思いきやユタポンが寄っていました。ユタポンのキル。ただしそのユタポン逃げ道はないと思いきやミッドレーンから一気にデトネーションオカスミンが押し寄せてくる。ここはアチャモもきっちりアルティメットでディスエンゲージ。ただしタワー獲得&1キル獲得はデトネーションオカスミン。そしてドラゴンのコントロールまでつなげていきますね。絶えずこうゼロソ選手、ビビット選手がミッドレーンに対して動いていくという姿勢を見せたことによってその成果がしっかりと生まれましたね。さらに今回ビビット選手そしてゼロス選手が足が速くなる靴を買ってるんですよね。スイフトネスブーツとブーツオモビリティというところでロングが非常に速い、先手が取れるというところも生かした動きでしたね。さあそれを生かしてこれでオーシャンドレイク2スタック目。ここまでのゲームデトネーションオーカスミーがファーストタワーを取る確率が確か僕の記憶上だと 100% ですね。これそしてそうなると本当に序盤の試合の作り方かなり洗練されているというふうに言えますよね。さあそのままセカンドタワーまでもつなげます。一気に序盤の有利を取ったのはデトネーションフォーカスミ。さあレボルさん、ここからですよね。ここからデトネーションフォーカスミはトップのファーストタワーを狙っていくということになると思いますね。ラスカジェスタもそれもある程度分かっていると思いますが、ただし早めに動きすぎてしまうとそれを逆手に取られるという可能性もありますから、実際ランページ戦でそれを経験しましたよね、はい、ありましたね。なのでちょっとここ分かってはいるでしょうが少し相手が来てからというところを見せてますね。そして私今の間に データを確認しましたが、デトネーションオカスミここまでやはりファーストタワーを取る率 100% です。全てのゲームにおいて 100% です。必ず取りますファーストタワーは。そしてそこからのローテーションも非常に素晴らしいですし、序盤の試合の作り方にかけては、まあ、彼ら本当に優れてますね。さらに言うとですね、先手の3本先にタワーを折る率もデトネーションオカスミは 100% なんです。ファーストタワーを取るまでの流れというのは本当にこうチームとしてしっかりとできているというところがデータに表れてますね。ただしそこからが、まあ、レボルさんも先ほどおっしゃったように少し苦労していると。中盤のこのところのローテーション、特にセカンドタワーもしくはバロン周辺のところでの判断が少しまだ定まってないのかなという感じもありますが、さあここ仕掛けてカウンターを狙っていますラスカルジェスター。ただ気づいているか、警戒していますデトネーションオカスミ。ミッドにもボットにも人がいませんから。あーピン出てますね。いるいる、ここにいると。この間にミッドとボットを押し切って動かして、そして現れてからトップへダイブと。さあ動かします。そして視界も潰します。セロスまで寄ります。さらにはボットレーンをユタポンが一人で押している。ここにアチャモモが向かいます。これでラスカルジェスターがレーンに現れなければならなくなりました。その瞬間を生かしてフォーカスミはトップレーンプレッシャーかけてますね。しっかりとそのタイミングでノア選手もだいぶ怖いの分かっているので、かなり引き気味にポジションを取っていると。ただトップで無理ならミッドでやろうじゃないということですよこれ。いやそれによってアーリキャットまでも倒したから、いやしかしアーリキャット選手よく今のところ警戒してましたね。我慢したと、そう言えると思いますが、 そして仕掛けたトップサイド Y 番フラッシュインキック、うわケガルの連鎖最大射程だ、届き切った。ノアのナイススキルショット Y 番のキルです。これデトネーションオカスミの狙いを砕きましたか。ただミッドタワー獲得してるのはデトネーションオカスミ。いや今のはもうラスカルジェスターからするとミッドを失われるのは仕方がないと思います。ここはよくラスカルジェスタートップで動かしましたよ。一方でフォーカスミもやはりこういった攻められるとレオナというチャンピオンは味方のエディキャリを守れないというところで、ミッドに切り替えたことが一つあだにはなりましたが、それでもミッドのセカンドタワー取ってますからね。ワイバーンが完全に命綱をつなげたようなエンゲージでしたからね。見事な仕掛けでしたね。
さあこれでグローバルゴールド3000ゴールド、それでもただデトネーションオカスミが有利を築いています。オブジェクトにはつながりませんでした。ラスカルジェスター、こういったところで相手のプレッシャーをかわして人数で勝っているところで仕掛けていくという作業がラスカルジェスターに非常に求められていくわけですが、全てのファーストタワーを破壊されると視界のコントロール難しくなりますからね。ここから最後どのような動きするのがまだ難易度が上がっていくと。ただしそれでもやらないとこの状況は打開できないですね。1人ずつ1人ずつ孤立しているプレイヤーをキャッチングしていく。そしてそれはラスカルジェスター分かっている。テレポートで仕掛けた。ワイバーン先ほどのようにエンゲージできるか。フラッシュはただもうない。いやフラッシュを俺は持っている。アチャモモがエンゲージ。ただしここはイメージ通りにはいかなかった。そしてデトネーションオカスミのカウンターだ。急いで逃げなければいけない。フィナーレがただし当てている。5人でグループアップしてカウンターは逃れます。これはユキのマントラシールドによって移動速度を上げて逃げ切ることに成功したでしょうか。さあそして視界がないながらもスキルショットを飛ばしてダメージを着実に当てています。ミッドのセカンドタワーを破壊されている中でかなりプッシュされてしまっています。それからスカイジェスターとしては気がかりではありますが、トップにプレッシャーかけ続ける判断しました。フォーカスミもそれを受ける判断ですね。さあフィナーレありません。アルティメットがかなり落ちている状況です。さあタワーが欲しいラスカルジェスター。いやただ下がる判断です。ミニオンが一瞬でクリアされましたね。こちらも非常に素晴らしい試合の展開を作っていますから、ラスカルジェスター本当にこう隙を見つけたらすぐさま仕掛けていく姿勢がフォーカスミにとってちょっとプレッシャーになっていますね。ああそしてこれ今判断したのはパッケージを拾ったからですか。音ですぐさま下がるという判断したんですか。素晴らしいですね。微妙にねこの感染の視点だと聞こえる時と聞こえない時が、気づける時と気づけない時がねありますけどね。ただサモナーズリフトには鳴り響いていましたから、まあ、警戒の音が鳴ったというところで下がったというところでしたか。フォーカスミーとしてはちょっとパッケージのタイミングに一つ救われたような感じもしますね。ただこれでドラゴンのところ、ここラスカルジェスターいけないですよね。トップにあれだけ時間かけてしまいましたから。そしてそれを分かっているかのようにデタネーションオカスミーはドラゴンを触ります。クラウドドレイクです。ラスカルジェスターはこのトップのファーストは必ず取らなければなりませんが、さあ道を封鎖してノアに殴らせる動き。一方でフォーカスミーとしてはトップに人数かけているのが分かっていると思うので、他のところに対してプレッシャーかけていくということになりそうですね。ボットレーンに動いているのはビビット。さあ取れました。ラスカルジェスタータワー1本目獲得です。考え方としてはやはりトップレーンの反対側のボットレーンに対してだいぶのプレッシャー仕掛けていきたいんですが、グラガスが相手というところでだいぶはできないという判断しましたね。ですからラスカルジェスターは苦しい状況の中でもドラゴンとトップのファーストタワーを交換することに成功しましたね。苦しい状況で交換というのは、まあ、理想的な形になると思います。今回の場合だとノア選手がパスパイクの速いチャンピオンとしてビルドにしてますから、そして2つアイテム完成しましたよね。これでかなりポークのダメージ出るようになると思います。彼を中心に集団戦勝戦作っていけば、もしくはポークで体力を削れれば状況を打開できる可能性はまだまだ十分にあるので、こういったところで細かくトレードでゴールドのリードというところを潰していければラスカルジェスターは逆転の目が生まれてますね。一方でフォーカスミーとしてはこのドラゴンミッド取ったというところを生かすためにはちょっとやはりどうしても時間がかかる。試合時間が進んで効果が発揮するようなドラゴンでもありますし、ここから決めにというのはちょっともしかしたら難しくなっているかもしれないですね。パースパイク的には十分、はい、まあ、ラスカルジェスターと同じように一番速いチャンピオンのいるんですが、デートゲームになる可能性というのがまた出てきていると。そう言えますね。ここも見てもやはり相当ダメージ出てますよね。そしてそのノアのワンショットで下がります。ですからこのノア選手をラスカルジェスターは守りながらプレッシャーを与えていく。一方フォーカスミーはこのノア選手を真っ先に倒していきたいですね。その時に鍵になるのがユタポン選手のテレポートからのバックラインへのプレッシャーですか。ただし今回はビビットのレオナというのもありますから、ただしここまでのところミッドのファーストタワーを取るまでのところは非常にいいプレッシャーできていました。しかしそこから彼のプレッシャーがなくなってしまってますね。
さあビートをキャッチング、一気に削って Q のスキルは出ていますが、そこからフラッシュアウト、テレポート来ています。さあシュリンプのキル、そこから反転デトネーション、カスミビビットの素晴らしいさばきです。いやバロン触ります。アチャモもテレポート、あーっとキャンセルしている、キャンセルしている。なんと画面上にはラスカルデスが3人しかいませんが、アーリキャットダメージを出し切れるか。そしてノア、ここは重要なシーンになっている。さあボッツさんは取り切った。そしてデトネーションオカスミ、これはバロンをやめて反転という判断です。フィナーレから1キル獲得はデトネーションオカスミ。セロスが前に出てきたところ、イグゾーストで対応、ああそしてハニーウルーツが転がっている。これで体力を回復してさらに前に出ていくのはセロス。そしてバロンは継続の判断、2キル&バロン獲得はデトネーションオカスミ。アチャモモ選手多分テレポートした位置が相手のど真ん中になってしまうところでキャンセルせざるを得なかったのか、その判断をしっかりとフォーカスミに生かしてバロンにつなげましたね。しかもしっかりとワイバン選手倒した後ですから、スティールされる心配というのも非常に少なかったと。ここまでのところでフォーカスミ一気にこれで試合をのリードを広げにかかるバロンバフ得られましたから、ここで一気にさあ広げていきたいですね。さあ6000ゴールドの有利があります。現在28分という段階です。デトネーションフォーカスミーが6000ゴールドの有利を築いています。さあレボールさん、ここからこういった時のタワーの狙い方、バロンを取ったらどこのタワー狙うのがいいんでしょう。やはり次のバロンのことも考えて、ボットのタワーのアドバンテージというのを作っていきたいですね。そしてセロスのダメージ今見ましたか。とんでもない、今仮面持ってますから、まあ、ほぼ貫通のアイテム2つ持ってますからね、相当強烈なダメージ出ますね。そしてだいぶスネアまで入る。おっとそれを見た瞬間にちょっと悩みましたか。ただボッツはこれですよね。そうですね、インヒビタータワーまで取れると、あ一気に有利になりますが、じゃミニオンも十分溜まっています。さあただしここは非常に守りやすい地形になっています。ノア選手のポークが強力ですね。いや出ますねノア。さあどうするデトネーションカスミ、もうワンウェーブやるか。しかしオーシャンドレイクのバフ2つありますから。ああ、そうですね、かなり回復してますね。こういった状況だとこのドラゴンのバフは効果的に活かせますね。さらにはジャングラー中田がワイバント、これはシュリンプの 1v1、 ワイバンが勝ちます。さあフィナーレ届いたが、その以降は射程外。いやしかしこれ、たとえワイバーン選手が倒されたとしてもタワーを守れたことになりますからね、非常に価値のある動きでしたね。この1キルは大きいと。大きいですね。これでラスカルジェスターはインヒビタータワー守れましたから、バロンの時間を使わせたと言っていいと。非常にいい動きですね。しかもジャングラーも倒した上でですから、かなり粘り勝ちと言えますかね。さあ耐え切りました、ラスカルジェスター。グローバルゴールドでも少し厳しいのは続きますが、それでもバロンの攻防というのは耐え切りました。次 10秒後に湧くドラゴンのところに対してラスカルジェスター仕掛けに行くのはちょっと苦しいと思いますが、どう判断しますかね。さすがにリコールしてますから諦めますかね。一方でフォーカスミーとしては、まあ、このクラウドドレイク、こういったタワーがない状況でレーン間を頻繁に移動するような時間帯になると、クラウドドレイクのバフかなり有効活用できますから、ここラッシュして取っていくでしょうね。ああもう触りましたね。さあクラウドドレイク2スタック、オーシャンにクラウドというような流れできています。あーっとバロン周辺の視界というのもラスカルジェスターは取りには行きませんでしたね。まあ、まだバロンが上がるまで時間はありますが、自陣の中のジャングルの視界というのをかなり優先しているように見えます。そしてフォーカスミン131のプレッシャーですか。トップにユタポン選手、ボットレーンセロス選手、ちょっとここしかもミッドレーンにいる3名ディセンゲージのスキルあまり高いわけではないですから、教育のも持ってないですよね。ちょっとリスクがあるような感じもしますが、いわゆるもう仕掛けてしまえば、そうですね、捕まう可能性がありましたし、アチャモモ選手が後方にテレポートできるようなワードもありましたから、ラスカルジェスター狙っても面白かったですが判断はしませんでしたね。
さあそしてトップレーンに大量のミニオンが固まっていますが、ウェーブクリア非常に早いぞ、ラスカルジェスター。さあ仕掛けたのはワイバン、ユタポンがタワーダメージをもらってすぐさまフラッシュアウト、そこにソーラーフレア、これはツーマンスタンが決まっている、そこにフィナーレを合わせていきますがリデンプション。さあラスカルジェスター体力が非常に高い、削れているのはデトネーションオーカスミノアのスキルショット、ここは当たってはいませんでした。さあ仕切り直しです。アルティメットがあまりありませんか、ワイバンのアルティメットはあります。一方のデトネーションカスミはシュリンプのアルティメットのみ。さあどうする、ワイバン仕掛けることはできます、キックで仕掛けることはできます、それを狙っているか、かなり隠れた位置から狙っています。ボットのミニオンのプッシュエブフォーカスミしっかりと作っているので睨み合いを続けたいという姿勢を見せてますね。なるほど、これセロス選手が作ったプッシュウェーブですね。またしてもセロスですか先週の試合でもセロスがこういったウェーブを作って、そしてやはりそれを処理しに行かなくてはいけない、そうすると人数差ができてしまう、それを待っていたのはデトネーションオーカスミ。さあラスカルジェスターどうやって耐えるか、いや耐えることはできない、ここはデトネーションオーカスミの狙いがうまく決まります。おっとただノアのスキルショットが入った、ブルートリンゲージで誰確認、そしてゼロスターでやった、ワイバンドまたしてもエンゲージだ、ソーラーフレアもう一度ユキにスタンが入ってユキを狙いますが、ここはフラッシュアウトを選択。さあユタポンが合流してアルティメットを展開、一気にダメージを軽減していく、そしてシュニンプがラッシュにバックラインで強引に入っていく、もう1キル追加できるでしょう、ワイバンはデッド、ではガーディアンエンジェルがありますが、あっちももう硬くて耐えているもののゼロスが完璧にダメージを出している。4キル獲得はデトネーションオカスミ14交換、見事な仕掛けでしたが、最後は装備差、そしてフロントラインの硬さというところが影響しましたかね。いやしかし隙を見せた瞬間に一気に仕掛けていくラスカルジェスターの動き見事でしたね。ただそれに対するフォーカスミル反転も完璧でしたね。ユタポン選手がフロントラインとなってしっかりと相手の攻撃を受け切って、その間にセロス選手がダメージを出す理想的な中断戦の配置というのができてましたね。さあそしてその4キルから一気に2インヒビターまでつなげますか。ここ一度リコールして次はバロンにというところにフォーカスミルになるのではないでしょうかね。おっとただリコールを妨害してますよ、これはちょっと面白いんじゃないか。いやただデビッドのアルティメットが刺さります。ただユキスネア間に合った、そしてスローをつけて最後は魔力の本流、いやこれは打ってはいませんか。ユタポンギリギリの体力で粘ってはいますが、そこに反転、またしてもデタネーションオカスミの反転、ギリギリまで耐え切ったユタポンのなんとデッドしていない。気づいてみれば3キル獲得はデタネーションオカスミ、そしてテレポート、エンドイット狙いますか。やってくれたらお返しだ。さあ体力満タンで戻ってきたユタポン、キャリーが落ちています。ラスカルジェスター守るのは少し苦しいか、ウェーブクリアできるチャンピオンがいないですね。さあタワーダメージを持ちながらでもエンゲージをしていく、そしてスタン、いや追加ダメージがとんでもない、ゼロストのキル。さあ35分、ラスカルジェスターも狙い通り展開をしましたが、一つデトネーションオーカスミが上回りました。ゲーム1勝利したのはデトネーションオーカスミとなりました。最初はミッドレーンからボットレーンにかけての視界のコントロールで勝負して、そこでフォーカスミーが勝ち、勝った時点でラスカルジェスターはそこを諦めてトップに切り替えて、そしてアチャモモ選手から作っていくという姿勢を見せつつも、フォーカスミーはミッドレーンに対して絶えずプレッシャーをかけてタワーを取っていく、取ってからローテーションでオブジェクトのアドバンテージを広げていく姿勢を見せるんですが、ラスカルジェスターは諦めずに隙をついていく、非常に見事な試合の流れに沿った展開をどちらも考えていて、そして実践して、ただ最後はもうフォーカスミがやはりそのままその前に作ったアドバンテージを生かしきったという非常に見応えのある試合でしたね。やり合ってましたね、バチバチに。しかもそれが個人技ではなくチームとしての狙いを持った形で狙った側に戦っていましたから、非常にこう鋭い戦いが見えたのかなと。そして最後のところユタポン選手が倒されませんでしたが、あれはやはりタンクであったこと、装備を見てもサンファイアとオーメンだったんですね。一方でダメージを与えていた、ノア選手のバルサビルドは貫通ビルドだったので、
タンクに対して貫通ビルドというのはダメージがあまり出せないんですよね。貫通ビルドというのは基本的にアーマーをあまり積んでない相手に対してよりダメージが出る装備なんですが、アーマーをたくさん積んでる相手に対してはあまり効果がないというところが最後現れたのかなという感じもしましたね。ラストウィスパーの派生アイテムまだできておらず、ラストウィスパーのところしかまだできてなかったのでダメージが通りきらなかったというところもありましたね。もしかしたらドミニクリガードとかができていれば変わっていたかもしれないと。そうですね。ですからその前までのところでフォーカスミが着実にアドバンテージを広げていたというところが最後の最後で生きたのかなという感じもしましたね。まあ、一番最初の序盤の作り方、まあ、今まで無敗、まあ、ラウンドでは無敗ということですから、ファーストターンも 100% ということで、まあ、序盤の作り方が非常にうまいデデンションカスミのこの有利が終盤に現れたと。序盤タワー3もしっかりと取れる、ドラゴンもコントロールできるというところがしっかりと生きてましたね。次のゲーム、そういった意味ではこうファーストタワー、そして序盤の有利がどうなるかというのは注目して見ていきたいですね。ラスカージェスターとしてはそこを渡してしまうと苦しくなるの間違いないですからね。さあ、それではゲーム2に、行くまで一旦インターバルに入らせていただきます。それでは一度失礼いたします。